1964年9月1日、日本人として初めてメジャーリーグの試合に出場した選手。その選手の名前は村上正憲。彼はジャイアンツのユニフォームを着て8回にマウンドに上がりました。ヒットを打たれたものの1回を無失点に抑えた村上選手。それでも彼は日本人として初めてメジャーリーグでプレーした選手として歴史に名を残し、彼の挑戦はその後の日本人選手たちに大きな影響を与えました。それから60年、約70人の日本人がメジャーリーグでプレーしました。今回は村上正憲の後に現地メディアが発表した日本人メジャーリーガートップ10を翻訳して紹介したいと思います。果たして誰が1位になるのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。岩隈投手は日本とアメリカの両方で成功を収めた数少ない選手の一人です。2008年に日本で MVP と沢村賞を獲得した後、2009年の WBC で日本の優勝に貢献。その評判は MLB まで届き、注目されるようになりました。そして2012年にシアトルマリナーズに移籍を果たし、ルーキー時代から先発とリリーフをこなした岩隈投手。2017年に肩の故障でシアトルでのプレーを終えるまで通算で63勝を挙げ、防御率 3.42 という安定したピッチングを見せ、2013年には14勝を挙げてオールスターに選出、サイ・ヤング賞の投票でも3位に入り、輝かしい成績を残しました。特に2015年にはマリナーズ史上5人目、日本人では2人目となるノーヒットノーランを達成し、歴史に名を刻みました。海外のファンは岩隈選手についてこのようなコメントを残しています。岩隈は先発として前田健太より優れていると思う。岩隈の安定感はすごかったな。岩隈は過小評価されていると思うけど、10位に入っていて嬉しかったです。次に伝説のクローザー佐々木主浩投手についてお話ししたいと思います。佐々木投手は日本の野球界からメジャーリーグに挑戦した先駆者の一人です。1998年にセリーグ MVP に輝いた後、2000年にシアトルマリナーズに入団。彼の武器はホームプレートに近づくと急激に落ちるスプリットフィンガー。この魔球はマリナーズのラジオアナウンサーからザタンと呼ばれ、打者たちを翻弄させました。その年には防御率 3.16、 37セーブをマークし、32歳という史上2番目の年齢でア・リーグ新人王に輝き、4年間で129セーブを記録するなど素晴らしい成績を収めました。しかし佐々木さんは2004年に家族と一緒にいたいという理由でマリナーズとの契約を更新せず日本に帰国。とはいえ彼の活躍を忘れることはないでしょう。黒田選手は2008年に広島からロサンゼルスドジャースに移籍。その年の7月、アトランタブレーブス戦で8回先頭のマークテシェイラに2塁打を打たれて完全試合を逃したものの、8回まで完全試合を続けるという驚異的な投球を見せました。これは1984年のオーレル・ハースハイザー以来となる新人投手の快挙だそうです。その年の10月にはポストシーズンで2先発12イニングを投げ、2失点という好成績で2勝を挙げました。黒田選手はドジャースで3年間プレーした後、ヤンキースに移籍。ヤンキースでも3年間プレーしましたが、その間にも安定した投球を続け、メジャー7年間で防御率 3.07 から 3.76 という安定した数字を残しました。これはメジャーの歴史上でも稀な快挙だそうです。海外のファンは黒田選手についてこのようなコメントを残しています。僕は黒田博樹が大好きだった。彼は過小評価されているといつも思っていた。黒田は過小評価されている。黒田は偉大な選手だ。忘れてはいけない。上原選手は2009年にボルチモアオリオールズと契約して大リーグに挑戦しました。最初は先発投手として登板しましたが、後にリリーフに転向し驚異的な成績を残しました。上原はボルチモアとテキサスに在籍した2010年から2012年までの3年間で145試合に登板し、防御率 2.36 という素晴らしい数字をマーク。そして2013年にはレッドソックスに移籍し、防御率 1.09、 ウィップ 0.56、 101三振の記録を残し、ワールドシリーズ制覇にも大きく貢献しました。2013年のポストシーズンでは圧倒的な投球を見せ、特にアメリカンリーグワールドシリーズ最終戦では最後の打者を三振に抑え、
MVP に選ばれました。上原選手はその後もカブスで1年間プレーし、2017年に日本に復帰。上原選手は MLB でのキャリアをリリーフ投手としては史上最高の奪三振率と四球率の比率である KBB レシオ 7.94 で締めくくり、リリーバーとして最高のシーズンを送りました。上原浩二選手は日本の野球界にとっても大リーグの野球界にとっても伝説的な存在となっています。ダルビッシュ選手はその多彩な球種で知られており、11種類もの変化球を投げることができると言われています。日本でのキャリアでは沢村栄治賞やゴールドグラブを受賞、オールスターに5回選出されたりするなど圧倒的な実力を示していました。2012年にはテキサスレンジャーズと契約してメジャーリーグに挑戦。ダルビッシュ選手はポストシーズンでの成績が振るわないこともありましたが、それでもオールスターに4回出場したり、2013年にはアメリカンリーグの最多奪三振を記録したり、サイ・ヤング賞の投票で2位になったりするなど、ポジティブな要素もたくさんありました。またダルビッシュ選手は MLB 史上最速で500奪三振と1000奪三振を達成するという偉業も成し遂げました。現在サンディエゴパドレスでプレーしているダルビッシュ選手はまだまだ自分のキャリアを伸ばし、物語を変えることができると思います。彼の今後の活躍に期待しましょう。ダルビッシュは日本史上最高の投手、彼を苦しめているのは怪我だ。どの選手も監督もダルビッシュをキャリアを通じて一貫してリーグ最高の投手の一人とみなしている。 100% 同意。パドレスのファンとして私は優の投球に対する IQ を尊敬している。あの男は技術の達人だ。トミー・ジョン手術をしてから速球の魅力は本当に消えてしまった。そこが残念。私はダルビッシュが好きだが、彼は大谷より少し下だ。特にコントロールは本当に疑わしい。大谷が本調子の時は、ダルビッシュよりはるかにコントロールがいい。今のところ、私が見た中で大谷よりいい日本人投手は佐々木朗希だけだ。田中将大といえば、完璧主義者であり、プレッシャーに強い投手です。日本での最後のシーズンである2013年は24勝0敗。防御率 1.27 という驚異的な記録を残しました。ポストシーズンでは6勝1敗。2013年の日本シリーズ第6戦では160球も投げたのは驚きました。アメリカに渡ってからもヤンキースのエースとして活躍、特にポストシーズンでは歴史的な快挙を成し遂げました。田中選手はルーキーシーズンからヤンキースの信頼に応え、13勝5敗、防御率 2.77 の成績を残し、2014年から16年まで田中選手は39勝16敗、防御率 3.12、 445奪三振、84四球という成績を残しました。そして2019年のプレーオフ後、田中選手はポストシーズン最初の7先発で2失点以下に抑えた史上初の投手となりました。ポストシーズンで40イニング以上投げたヤンキースの投手の中でマリアノ・リベラに次いで2番目に低い ERA を記録しています。ポストシーズンでの冷静さと安定感は伝説のクローザーマリアノ・リベラに匹敵すると言っても過言ではありません。生涯ヤンキースファンとして田中が大好きだ。日本の野球選手は本当に素晴らしい。田中をワールドシリーズに出場させられなかったことが悔やまれる。マサはプレーオフで野獣のようだった。彼の血管には氷の血が流れていた。田中はとてもよく安定していた。田中の素晴らしいところは、メジャーリーグで、しかもヤンキースというプレッシャーのかかる名門チームで安定した成績を維持していることだ。野茂は、メジャーリーグでプレーする日本人スター選手のパイオニアであり、先駆者です。村上正則が日本人初の大リーガーになった後、野茂が2人目の大リーガーになるまで30年近くかかりました。野茂は、1995年にロサンゼルスドジャースに入団。日本で有名だったトルネード投法はメジャーでも通用し、すぐにエースとして活躍。1995年には奪三振数でリーグ1位、防御率 2.54 でリーグ2位となり、新人王に選ばれました。2年目のシーズンもロッキーズ戦、デンバーのコーチでノーヒットノーランを達成したのを筆頭に233人の打者から三振を奪いました。野茂選手のノーヒットノーランは今でもクアーズフィールドで唯一の快挙です。しかしその後は故障や不調に苦しみ、5球団を渡り歩くことになりました。
そんな中、2001年にボストンレッドソックスで見事に復活し、デビュー戦でノーヒットノーランを記録しました。これで野茂は両リーグでノーヒッターを達成した史上4人目の投手となりました。野茂は初めて奪三振数でアメリカンリーグで首位に立ち、翌シーズンは16勝6敗、193奪三振、防御率 3.39 を記録。その後ドジャースに復帰したものの、怪我と疲労でキャリアを終えました。野茂はメジャーリーグでプレーする日本人選手の先駆者であり、後の世代に大きな影響を与えました。野茂は今でも最高のヒーローだ。野茂の MLB へのパイオニア的挑戦なくして、他の日本人選手の MLB での活躍はありえなかった。野茂英雄が初めてリーグに入った時のことを覚えている。ドジャースにも日本人がいるんだと驚かされた。彼はアメリカンドリームだ。彼は文化の違い、言葉の壁、苦難を経験し、そして成功した最初の人であり、イチローを含む多くの素晴らしい日本人選手への扉を開いた。二刀流のスターとして活躍する大谷翔平選手。大谷選手といえば、ベーブ・ルースのように投手と打者の両方で素晴らしい成績を残しています。彼はこのスポーツに革命を起こし、多くの人々に感動と夢を与えています。大谷選手は2018年にメジャーリーグにデビューし、新人王に輝きました。打率285、22本塁打、10盗塁という打撃成績に加えて、10試合に登板して4勝2敗、防御率 3.31、奪三振63という投手成績も残しました。2021年シーズンは9勝2敗、防御率 3.18 という投手成績に加えて、46本塁打、100打点という打撃成績もマークし、ア・リーグ MVP を獲得。2022年には投手、打者としてオールスターに連続選出され、今や MLB の顔となりました。この男がこのリストの1位でない唯一の理由は、先の2人の長寿やポストシーズンの成功によるものですが、大谷が野球を再び楽しんでくれたのは下のは間違いないです。このままいけば、彼は日本人選手としてナンバーワンであるだけでなく、史上ナンバーワンの選手になるでしょう。大谷はまさに別次元だ。イチローのような選手はもう現れないと思っていた。松井には敬意を表するが、大谷はすでに彼を抜いている。とんでもない。彼はあと数年今の仕事をする必要がある。松井はプレーするのが難しいヤンキースでキャリアを通じて一貫したプレーをし、明らかにワールドシリーズ MVP だった。大谷を1位にしなかったという点で、このランキングは信憑性がありそうだ。彼はこれから多くのことを成し遂げなければならない。正直大谷が一番だと本気で思っていた。もし彼があと数年今のようなプレーをすれば、数年後にはイチローを追い越すだろう。ただ彼の体が打撃と投球の両方の負荷に耐えられるかどうかが心配だ。松井秀喜といえばゴジラというニックネームで知られています。彼はその強烈な打撃で投手陣を恐怖に陥れるような選手でした。野球ファンにとって幸運だったのは、彼がニューヨークヤンキースという名門チームに加入してその才能を発揮したことです。松井はメジャーリーグにデビューした2003年に初打席で打点を挙げたり、ホーム開幕戦で満塁ホームランを打ったりするなど、すぐにファンの心をつかみました。また4年目まで518試合連続で出場し、チームの鉄人としても活躍しました。これはキャリアをスタートさせた選手としては驚異的な記録です。松井の最高のシーズンは2009年でした。彼はワールドシリーズで打率615、3本塁打、8打点という驚異的な成績を残し、チームの優勝と自身の最優秀選手の栄誉を手にしました。彼はポストシーズンとワールドシリーズでホームランを打った最初の日本人選手でもありました。松井秀喜選手はメジャーリーグで素晴らしいキャリアを築いたのです。松井は野獣だった。謙虚で素晴らしい選手だった。日本でキャリアをスタートさせたので、 MLB に来たのが遅かったのが残念だ。ヤンキースファンである私は松井の偉大さを覚えている。松井秀喜はワールドシリーズのリングを獲得しただけでなく、ワールドシリーズ MVP も獲得したという点で、史上最高の日本人輸入選手だった。イチローといえば成し遂げたという言葉がぴったりの選手です。彼は日本でパリーグ MVP3 回、首位打者7回、ゴールデングラブ7回という圧倒的な実績を残しました。
そしてメジャーリーグ初の日本人野手としてシアトルマリナーズに入団しました。イチローはメジャーリーグでもすぐにスターとなり、マリナーズで2001年には安打数242、盗塁数56、打率352でリーグトップとなり、ア・リーグ新人王と MVP のダブル受賞を果たしました。イチローはその後2001年から2010年まで10年連続で平均200本以上のヒットを放ち、オールスターにも選出され、19年間のキャリアで3089安打を放ちました。これらの安打と日本での1278安打を合わせると、イチローはピート・ローズを抜いて歴代最多安打です。イチロー選手は打率平均が3割を下回ったことがない。本当に偉大な記録だと思います。日本人であろうとなかろうと、イチローは間違いなく史上最高の選手の一人である。彼はレーザービームを装備し、魔法の杖を操るエリア51の魔法使いだ。イチローは何でも打てる。ホームプレートの手前でバウンドしたボールをシングルヒットしたのを見たよ。大谷が後を継ぐかもしれないが、イチローは技術と NPB と MLB の両方で長いキャリアを送るために費やした献身という点では単純にベストだ。大谷がイチローの後釜になるのはありえない。彼は怪我をしやすいし、今後も増えるだろう。イチローは40歳を過ぎてから600試合近くに出場した。彼の耐久性と長寿は非現実的だった。イチローの10シーズン連続200安打以上は伝説だ。大谷は今後3から4年で松井を追い越すだろうが、イチローを打ち負かすのは難しいだろう。イチローが長年にわたって最高の守備力を誇る外野手の一人だったことも非常に重要な要素だ。最後にランキングに登場しなかった他の選手についても海外ファンのコメントを紹介します。元ドジャースのクローザー斉藤隆も忘れてはならない。彼はその数シーズン非常に優秀だった。彼のパフォーマンスを考えるとあまりに過小評価されている。日本でも過小評価されている。田口壮を忘れてはいけない。田口はマイナーリーグから MLB へ、2006年にはカージナルスのワールドシリーズ制覇に貢献した。青木宣親は11位だろう。彼はミスターニー85と呼ばれる。シーズン打率はほぼ毎年285前後、長年にわたって安定した成績を残している。かなり正確なリストだ。前田健太は10位の岩隈に次ぐ勢い。長谷川茂は過小評価されていた。ほぼ10年間ソリッドなリリーバーだった。2003年のシーズンは驚異的だった。長嶋、落合、山本浩二、掛布、そしてトミーラソーダは腹を欲しがっていた。ボビー・バレンタインは日本人選手がいかに優れているかを常に知っていた。伊良部や大輔もなかなか良かったよ。伊良部秀樹、彼は日本では素晴らしかったと思うが、大リーグでは残念な選手だった。カズマツイほどではないが。川崎宗則がなぜここにいないのか。私は彼の I'm Japanese という言葉が忘れられない。私は彼が大好きだ。日本人メジャーリーガーの中で最もユニークな選手であり、地元の人々に最も大きな影響を与えた選手です。笑い。川崎宗則と新庄剛志が取り上げられていないのは問題だ。彼らは記録以上に素晴らしい。川崎はおそらくこれまでで最も愉快なブルージェイだった。ブッシュパーティーが嫌いな人がいるだろうか。レッツゴーブッシュパーティー、ノースリーピング。ジョージ・マッケンジも悪くなかった。ジョージ・マッケンジー、ケイ川の名前は誰も挙げてないようだね。そりゃそうか、はは。以上、現地メディアが発表した日本人メジャーリーガートップ10を翻訳して紹介しました。今回の内容はいかがでしたか。ぜひ感想をコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。